池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は10時30分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティの創造するアセンティブジャパンの提供でお届けさせていただいております。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております、ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田恵美です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスでも配信しております。またリスンラジオでもお聞きくださいね。 FM ギノワンをぜひ検索してアプリケーションからぜひお楽しみください。はい、もう5月もね、後半となりました。5月23日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？早いですね。もう毎日毎日がね、あっという間に私は飛ぶように過ぎてしまうなっていうふうに感じています。なんとなく最近は雨が多い感じですけれどもね、もう沖縄は梅雨入りですし、どんどん西の方から梅雨入りしてくるのかなっていう感じがします。関東の方もね、だいぶ雨が多い日がちょっと続いてるなという感じがします。私は今日名古屋からお届けさせていただいてるんですが、ちょっとね、小雨がずっと続いてるような状況なので、なんかね、今日体調管理とか皆さんもぜひ気をつけてお過ごしくださいね。さて、今週のテーマはネットワーキングスコアを活用しましょうということでお届けさせていただきたいと思います。ネットワーキングスコア、皆さん聞いたことありますか？まずはこのネットワーキングという言葉、これはね、耳にすることもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、これどういう意味ですかね、ネットワーキング。なんかネットワークとかネットワーキングって聞くとちょっとツボが出てくるんじゃないかとか、なんか変なもの売られるんじゃないかっていうふうなイメージを持たれる方も中にはいらっしゃるのかもしれないんですけど、本当の意味って全然そういうことじゃないんですよね。ネットワークというのはつながりとか関係性という意味なんですよね。それにネットワーキングの ING がつきました。そうするとどういう意味になるんでしょうか？ネットワークは関係性とかつながり、それの ING、活動ということですよね。つまりネットワーキングというのは関係構築のための活動ということが言えるんじゃないかなと思います。関係構築のための行動、活動ということですね。これは、これから関係性を始める際にも、またこの関係性を深めたい時にも、また仲間にエディケーションするような時にも有効な活動となります。つまり、関係構築、または関係維持のための活動ということなんですよね。では、このネットワーキング、関係構築の活動とは具体的にどんなことがあるんでしょうか？今日は、いろいろある中から、いろいろね、この活動というのたくさんあるんですけど、その中から皆さんがすぐにでも実践できるような活動を10個ご紹介しようかなと思ってます。もしよろしければぜひメモも取ってくださいね。はい、まず一つ目ですね。これは、お手紙とかプレゼントを送る活動ということになります。一つ目、カードを送る。海外ではね、カードを送るという風習があります。クリスマスカードとか、バースデーカードはもちろんですけど、母の日もそうだし、サンクスギビングもそうですし、何でもね、カードを送るというような、ことがあるんですが、日本はカードというよりは、はがきを送る風習がありますよね。例えば、暑中お見舞いですとか、残暑お見舞いですとか、年賀状、寒中お見舞い、なんというのも、その一つかなというふうに思います。
クリスマスカードや誕生日、お誕生日カードっていうのも、まあ日本でもね、送ることもありますよね。よくね、水彩画が得意な方が、完成はがきに、絵を描いて、一言メッセージを添えて、送ってくださるような絵手紙を送る方もいらっしゃいますよね。私はね、あんまり絵心がないので、ちょっとそういうのはね、描けないんですけど、ああいうのができる方って素敵だなって思ってます。ただ、最近はもう SNS の活用が主流になってきてますので、なかなかね、こういったハガキを出す機会ってだいぶ減ってきちゃってるんじゃないかなというふうに思いますが、やはりこの季節のご挨拶というのは、あなただけに向けた、お相手だけに向けたメッセージを直接いただけるというので、とってもいただいた方は嬉しいんですよね。素敵な風習が日本にはありますので、ぜひ改めてこのハガキを送ってみては皆さんいかがでしょうかね。私は、年賀状っていうのは、まあ、最近みんなね、あんまり送らないって言うんですけど、私は今でも年賀状は必ず手書きで、送っています。ぜひ皆さんのお年賀状とか季節のご挨拶のお手紙いただけたら嬉しいのでお待ちしてます。はい。そして二つ目、プレゼントを送るですね。プレゼントっていろんな種類があると思うんですけど、まあ、先ほど言ったお誕生日とかクリスマスプレゼントを送るという特別な日のね、贈り物というのもあるでしょうし、他に何かのお礼の品とか、逆にお詫びの印というようなお品物を送ることもあるでしょう。また、改まったプレゼントでなくても、ちょっとしたこう、プチギフトっていうのね、受け取った方は嬉しいですよね。なんかちょっと、ほっこりするというか。お客様のお知り合いのところに行くときとか、まあ皆さんがね、お客様のところに、お伺いする際に手土産に菓子折りを持っていくなんてこともあるでしょうしね。これも、ね、素敵なプレゼントですよね。私はね、出張が多いので、その度にお土産を買って、まあ、だいたい食べ物が多いんですけど、その後、近い日程でお会いする方に差し上げるようにしています。この間出張でここに行ったんですよ、とか言って。そうすると、その方との予定のためにわざわざ用意してくれたんだな、なんて言って、っていうふうにアポイントの時に思っていただいて、とっても喜んでくださるってことがたくさんあります。ぜひ皆さんもちょっとしたね、その高いものじゃなくてもいいと思いますので、なんかこう気持ちを添えてお渡しできたらすごくいいんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目、興味を持ちそうな記事を送る。お相手が興味関心を持っている内容の記事を切り抜いて送ったり、まあ今はね、ネットニュースも簡単に転送できますので、その URL を送ってみるなんていうのもいいでしょうね。もちろん、その内容については、もう新しい情報を受け取れることということで喜んでもらえるんですけれども、あなたのことを関心持ってますよ、気にかけてますよ、ということを伝えることができます。ぜひですね、この皆さんの周りの方で興味関心を持っているような記事があったら、ちょっと切り抜いておいていただくといいかな、というふうに思います。これ、お仕事のことに関心のある内容でもいいでしょうし、プライベートとかね、趣味のことでも全然いいと思います。この記事を送るということ自体が、皆さんのことを気にかけてる、考えてますよってことを示せる、とてもね、素晴らしい活動だと思っています。そして4つ目、ネットワーク内の誰かに電話をして近況を尋ねる。皆さんの関係のある方たちとのグループの中で、誰かお電話して、近況を尋ねてみましょうということです。まあ、いくらね、皆さんが日頃ビジネスのお電話、ね、お取引先に電話するとかっていう場合だったとしても、いきなり要件だけを伝えて、もうおしまいって、はい、さよならっていうお電話ってしないと思うんですよね。皆さんはどんな風にお電話ってかけて会話をこう盛り上げたりしてますか？冒頭にね、まあ、ご挨拶はそうですけど、いつもお世話になってますとか、株式会社なんとかですって会社名はおっしゃるでしょうけれども、その後の会話っていうのを、皆さんこう、どんな風に組み立てるかとかって考えながらお電話したことってありますかね。
おそらく冒頭に、あ、お久しぶりですとか、いつもお世話になってますとか、お暑いですねとか、寒くなってきましたねなんて、ちょっとね、季節のことをお話しすることもあるでしょう。ねえ、その後、皆さんお元気ですかとか、お変わりありませんか、ご家族はいかがお過ごしでしょうかとかね。そんな会話のやりとりをするだけで、ちょっとこう場が温まりますし、その時にね、近況を聞くと、もう最初のやりとりをするだけで、その相手の方との会話がスムーズになる。そして、やっぱりお互いをこう気にかけてるんですよ。あなたのことを考えてますよってことも伝わる、活動になってきます。なので、もう単刀直入に預金だけ言います。みたいな、そんなね、冷たいお電話ではなくって、ぜひ皆さんのその温かいお気持ちもお伝えになってみてはいかがですかね。このように意図を持って近況を聞いてみるというふうにすると、やっぱり関係構築とか関係維持のための活動になっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。では今度5つ目ですね。ここは個人的な興味を共有する2人をつなぐということです。個人的な興味なので、趣味のことでも関心持って、取り組んでることでも、またこれからやってみたいなとかっていうことでも全然いいと思います。双方が興味のあることでしたら、それが共通点になってね、すごい盛り上がっちゃって、距離がどんどん近くなる、ね、仲良くなれるなんていうことは、ごく自然で簡単なことですよね。ぜひ、お相手の方が興味を持っていること、または自分が興味を持っていることをお伝えすることによって、相手が関心を持ってくれるってこともありますので、その話題からぜひ、つながっていただくといいんじゃないかなと思います。そして、次は6番目ですね。今度は、先ほどはね、個人的な興味を持っている内容でつなぐということだったんですが、6番目、こちらはビジネスにおいて興味を持つ、共有する人たちをつなぐということです。ビジネスでの関心のあることをつなぐということです。なので、商品やサービスについて興味関心を持っている人をつなぐということもできるでしょう。し、そうするとビジネスリファーラルというのが出しやすくなるし、受け取りやすくなってきますね。なので、これは、でも、物質的なもの、物質的な事柄という子だけではないんですよ。情報とか知識を共有するということもできますね。なので、どんな形であれ、その商品、サービス、その業界内についてとか、または皆さんにが、憧れている方とか影響力のある方をつなぐとかっていうことでもいいでしょうね。そうすると皆さんが本当にね、その価値を届けたい方たちに早く会えるようになってくるんではないかなというふうに思います。そして7番目、講演の機会を提供するということですね。あなたの周りにぜひ聞いていただける環境を提供することで、より多くの人、多くの新しい人脈にアクセスするきっかけになります。皆さんの周りの方に、お相手の方の講演、お話をするスピーチとか、プレゼンテーションを聞いていただける環境を提供するということです。例えば会社にお招きして、ちょっと講演のプレゼンテーションをしていただきましょうとか、何かのビジネスミーティングにゲストとして参加していただくなんてこともできるでしょうし、講演会のメインスピーカーの共演者としてね、提供することもできるかもしれません。で、この形は、まあ、最近はね、コロナの影響もあるので、講演もリアルで、ちょっと対面でね、なかなかできないですよという状況もあるかもしれないんですが、この講演というそのものについて、ね、講演、まあ、プレゼンテーションとかスピーキングっていうところでは、携帯は、何でもいいかなと思っています。なんかこう、ステージの上に立って、今からこんな講演をしますみたいなね、形式じゃなくてもよくって、まあ、最近はね、セミナー形式のものもオンラインでやることもとっても多いと思うので、まあ、ツールは何でもいいと思うんですけれども、多くの方の前に、複数の方たちの前でお話をしていただく機会を提供するということですね。
実はこれ私、毎週実践していることなんですよね。この講演の機会を提供する。これは何かっていうと、私は毎週この番組に私のとっておきのビジネスパーソンをお招きしていて、ご自身のお仕事についてお話しいただく機会を提供しています。で、このお話しいただきたい方っていうのも、私もですね、ぜひ皆さんに聞いてほしいなっていう方たちをもうスペシャルゲストとしてお招きしてますので、ね、こういう方たちに提供することで、このリスナーさん、このね、FM ギノワンさんの番組って結構広範囲でお聞きいただいてますので、そういうね、皆さんをこう広めるビジビリティを、高めていくためにお役に立てるんじゃないかなと思ってゲストとして皆さんお招きしています。今までもう多くの方にご参加いただいてゲスト出演していただいてるんですけど、今日もね、お聞きいただいてる皆さんも、こんな人の面白かったよとか、こういう内容関心ありましたなんていう方もあると思います。で、お聞きの皆さんはぜひですね、アセンティブジャパンの YouTube チャンネルございますので、こちらから過去の出演者の方々の放送を、動画や音源でご視聴いただけますので、ぜひ検索してみてください。YouTube からアセンティブジャパン検索していただきますと、リファーラルフォーライフの今までの動画、音源全部出てきますので、ぜひ見て聞いてみてくださいね。はい、もう30回近くなのかな、なので20人以上のゲストに出ていただいてますので、ぜひ皆さんそれ楽しんでみてください。はい、そして8番目、リファーラルには実は10段階10のレベルというのがあります。紹介には10の段階があるんですよということなんですが、どのレベルの紹介を提供するのか、戦力的に、活動していく、それによってもらえるね、質っていうのもどんどん変わってくる、制約率が変わってくる、そんなものを提供するのも、関係性を高める活動になってきます。もちろんレベルの10になればなるほど、もう素晴らしいリファーラルになるわけですね。特にあなたは信頼する仲間に見込み客となる方をどのようにしてつなぐでしょうか。ぜひ考えてみましょう。お相手の名刺を渡すこととか、相手の方のホームページの URL を教えましたなんていうのも、紹介といえば紹介なんですが、これはリードと呼ばれる、まあ、糸口としてね、知っていただくための糸口としてはいいものなんですけれども、直接紹介につながるものではなかったりするんですよね。なんで、リファーラルパートナー、皆さんのリファーラルの一緒にね、活動していく強い協力者に対して、今日はもうお支払いしに来ましたとか、ハンコをしに来ましたよとか、もう契約するつもりで今日来ましたなんていう状態でお引き合わせすると、どれぐらい喜んでもらえるでしょうかね。そんな紹介もらえたら皆さんも涙出るほど嬉しいんじゃないかなと思います。なので、このリファーラルというのは効果の高い、ね、効果や生産性というのがすごい高いものを狙っていきましょうということです。なので、1から10段階あるうちの9とか10のリファーラルを出すと、もう絶対相手の方との関係構築っていうのはね、がっつり組めるようになってくるんじゃないかなというふうに思います。そして9番目。リファーラルソース、紹介の源になる方との共同イベント、共同のビジネスのイベントを開催してみましょう。まずはこのビジネスにフォーカスしたものを紹介のパートナーの方たちと企画して、で、まあ、コラボレーションとかね、するということですね。ただこのコラボレーションにはちょっとポイントがあります。それは何かというと、お互いが、じゃあこんなことやりましょう。例えばセミナーやりましょうって言って、両方がコンテンツホルダーになっちゃって、私はこういうことをお伝えします。私はこういうことをお伝えしますって言って、提供するものばっかりを集めるんではなくて、片方の方が情報提供とか講演をするんだったらば、もう一人の方は運営側に回ってあげるという方が、成果が高いものになってきます。そうすることによって役割分担がきちんとできますから、自分がやるべきことにフォーカスすることができるんですね。ですから、運営がきちんと回るような状態で、話してスピーカーはその内容にフォーカスする、ブラッシュアップをする、そこに
もう集中することができるので、ご参加いただいた方には満足をしていただく、この満足度がすごく高くなるということになります。特にビジネス上のイベントでしたらば、その成果っていうのを高く上げた方がいいわけですから、一緒に自分たちも両方が喋っちゃうんじゃなくて、片方が、プレゼンテーションするなら片側は運営側、そして次の機会の時にチェンジして、今度スピーカーと運営が変わるようにしてあげると、自分の直接のお客様をそのまま相手に紹介することができるという、ものすごいコラボレーションになってきます。分母が、ね、倍になってくる、分母がすごく大きくなるということですね。そして10番目、リファーラルパートナーと共同のイベントを開催する。先ほどはビジネスのイベントでしたけれども、こちらはビジネスには限らず、興味のあること、趣味のこと、そんな、例えばバーベキューですとかね、そういったことでもいいと思います。それビジネス以外の、イベントっていうのも一緒にやるとね、関係構築、また関係維持ということになっていくんではないでしょうか。はい、今申し上げました、今日のね、ネットワーキングスコアを活用しましょうということで、ネットワーキングの活動には10個ありますよということでした。1つ目、カードを送る。2つ目、プレゼントを送る。3つ目、興味を持ちそうな記事を送る。4つ目、ネットワーク内の誰かに電話して近況を尋ねる。そして5番目、個人的な興味を持つ方を、共有する方をお二人をつなぐ。6番目、今度はビジネスにおいて興味を共有する2人をつなぐ。7番目、講演の機会を提供する。8番目、リファーラルの10段階を意識して、提供する。そして9番目、リファーラルソースと共同のビジネスイベントを開催する。10番目、リファーラルパートナーと共同のイベント、まあ、趣味とかね、興味の関心あることでイベントを開催する。このようなことを皆さんがやっていただくと、どん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 このネットワーキング、関係構築、関係維持ということが深まっていきます。皆さんはどんな活動が、紹介につながっていくのか、また得ることができるのかっていうのを、まず自分のパターンを把握していきましょう。これらの活動が積み重なっていくうちに、自分のパターンっていうのが分かってきますからね。そしたら、自分のサイクルに合わせて、ネットワーキング活動をすることで、皆さんの紹介をね、生み出すことができたり、コントロールすることができるようになってきます。ぜひ、このネットワーキング活動、毎日継続することで、自分のパターンを見つけて、ぜひ活用してください。ネットワーキングスコアカードは、リファーラルマーケティング、青い本の、中に、マズラ博士の著書であるんです。著書にもあります。リファーラルマーケティングの本の中に掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください。では、番組からのお知らせです。5月28日土曜日、リファーラルマーケティングワンデーセミナー in 沖縄ということで、今月も開催いたします。会場はピーズスクエア浦添になります。午前中は10時から1時まで、リファーラルサクセス101、リファーラルマーケティングの一丁目一番地、つまり基本の基を学べる講座です。そして午後からはルームフルオブリファーラルズ、ディスク理論というのを元にした行動スタイル、これによってコミュニケーションを円滑にしましょうというようなね、メソッドです。これを学ぶ、この活用をすると、紹介をもらいやすくなるし、出しやすくなるというような、ワンデーのセミナーを開催します。お申し込み、お問い合わせは、アセンティブジャパンのホームページをご覧ください。ぜひ、皆さんもですね、会場にお越しいただきたいと思います。そして、その翌々日、5月30日、来週の放送は、私は FM ギノワンさんからリアルで生放送をさせていただきます。ぜひですね、お近くにいらっしゃる方は、スタジオにもお越しください。なかなか私ね、沖縄からの放送ができないので、スタジオ放送、すごく楽しみにしております。ぜひ、リスナーの皆さんともお目にかかりたいと思います。はい、最近は本当にね、全国的に雨が多くなってきた今日この頃でございます。体調管理にね、気をつけてください。食べ物とかもね、気をつけなければいけない季節になってきたと思いますので、どうぞ皆さんご自愛いただいてお過ごしください。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。今日は1週間の始まりです。お仕事中の方、ちょっとコーヒーブレイクの方、また運転中の方、お聞きいただきましてありがとうございます。運転中の方気をつけてくださいね。どうぞ素晴らしい1週間と素敵な1日をお過ごしください。Have an amazing week and great day. お相手はビジネスコーチ池田あゆみでした。それではまた、いってらっしゃい。